はい、皆さんこんにちは、マサコーチです。ということで、正月いかがお過ごしでしょうか。1月2日もうね2019年、始まりましたけども、先日、マサコーチね、ライジン、やれんのかってことでね、大晦日の格闘技イベントをテレビで見させてもらいました。まあメインはね、天心 VS メイウェザーということで、見させていただきましたけども、まあ結果的に言うと、マジかすごっっていう、全然レベルちゃうやんっていう、まあゲーム展開というか試合展開になってしまったと思うんですけども、まあまさこじ何が言いたいかっていうと、そもそもその伝説のボクサー、50戦無敗っていう4階級チャンピオンという伝説のボクサーに対して、那須川天心が、ボクシングルールで挑むっていうのは、ウェイト差からしてみても、戦歴からしてみても 100% 不可能、どう考えても無謀なチャレンジなのに、その PR の仕方的に、日本の PR の仕方的に、メイウェザーが舐め腐ってると、天心、やってやれと、やれんじゃないのかみたいな、やれんのかみたいな、そういう感じの、PR 方法で、僕らもね、天心もしかしたら勝つんじゃないか、ワンチャンじゃないかっていう風に、素人でもメイウェザーのことをね、ちゃんとみんな知らなかったと思うんだけど、もちろん天心のこともちゃんと知らなかったと思うんだけど、だけどPR の方法として、その試合までの間にいろいろあって、でこう最終的にはね、みんなね盛り上がってこう期待して見たっていう、ああいうプロの興行としてのイベントのその持ってき方っていうのはものすごかったと思うんだけど、やっぱやってる方としてはさ、本当の話としてはやっぱすごく天心的にはすげえ怖かったと思うし、メイウェザー的には、いや俺が舐めてんじゃなくて、お前ら舐めてんじゃないのみたいな話になったし、でぶっちゃけそのメイウェザーも最初はさ、俺やらないよみたいな感じで一回こう試合飛ぶみたいな話になった時に、マクレーガーっていう、すげえ強い、USC の、チャンピオンというか、すごい選手がいて、それが、天心お前何やってんのみたいな、そんなお前みたいなレベルがそのメイウェザーできるわけねえだろみたいな感じで、マクレーガーが、突っ込んでくるというか、茶化してくるみたいな。でもうマクレーガーもああいう絶戦でね、めちゃくちゃなこと言ってきやがってみたいな、結構マクレーガーがその悪者みたいな、何またチャラチャラ言ってんだよみたいな感じに一回上がりましたけど、マクレーガー実際本当のことを言ってたってことが証明されちゃったし、むしろメイウェザー側に立った意見というか、あとはその興行に対してのディスというか、ナスカは早すぎんだろみたいな、お前何やっとんっていう、なんかガキと大人の喧嘩みたいになってしまうよみたいな、そういう、マクレーガーがその茶化して言ってたんじゃなくて、あれ、事実を言ってたみたいな、展開になってしまったけど、とりあえずだから覇王色の覇気みたいなのがやっぱすごかったから、その天心もさ、軽くコツコツって殴られただけなのに、すごい効いちゃったりとか、やっぱ立てなくなっちゃったりとか、最後のパンチなんて1回殴って3回ぐらい吹っ飛んだじゃん、あれも完全に覇王色の覇気だよね、覇王色の覇気まとってる人のパンチだから、もうなんか1回殴っただけなのに相手3回吹っ飛ぶみたいな、それぐらいのそのオーラの違いっていうのがこう出てしまったのかなっていうところが、映し出されたんではないでしょうか。何はともあれ卓球界で言ったら、卓球界で言ったら本当に、オープン戦無敗の選手が、マロン・ファンジェントと戦うみたいな、それぐらいのレベルの差があったんじゃないでしょうかね、キャリア的にも。変な話、もう20年ぐらい向こうはね、プロやってるわけで、10年後那須川がもっともっとこう体磨いて、技術磨いて、もっとこう、実力磨いて、でその時の天心とねメイウェザーもしやったら、もうちょっと違ったんじゃないのかなとか、もうちょっと見せ方あったんじゃないのかなっていうのが、あったと思うんですけど、どちらにしてもああやって命張って、盛り上げてくれる格闘家がいないと我々もね、こうやって楽しむことできないので、それはもう命かけて戦ってるファイターたちにこうリスペクトっていうのもあると思います。それってもう卓球に置き換えても、やっぱりこの卓球界のね、選手たちもプロ選手たちもね、でそういった絶戦も含め、あとイベントのそのプロデューサーとかもね、もうちょっとこう卓球の盛り上げ方、絶対無理なのに無理じゃないかもしれないみたいな、そういう
思わせられるようなその PR 方法とか、まあ、見たいなと思わせる PR 方法とかもっと取り入れていった方が、まあ、まあそこっちはいいのかなと思った。球界的に置き換えたらねいいと思ってます。で、まあ、格闘技とか、まあ、まさこっち大好きでよく見てるんだけど、結局格闘技もさ、まあ、展開っていうのがあって、まあ、間合いだったりとか、まあ、打撃が強かったり、まあ、サブミッション強かったりで判定で勝つタイプもいれば、まあ、フィニッシュ系っつってその決めて勝つ選手もいたりとかっていうのが、まあ、あるんだけど、まあ、卓球界に置き換えて、まあ、言ってもさ、その卓球っていうのはその判定決着っていうのがなくて、絶対にその11本まあ、そのマッチポイントがあって、まあ、ちゃんとこう点数取らないと勝てないっていう、スポーツなので、まあ、実際はまあその間合いみたいな前振りみたいなのがあって、で中盤 その戦い方戦術、まあ、その駆け引きっていうのがあって、で後半いかにこうフィニッシュに持っていくか、まあ、最後9本10本いった時に、どういうサーブを出してとかどういうレシーブして、まあ、どういう攻め方をして、まあ、相手から1本2本取ってしっかり勝つっていうそのフィニッシュしていくかっていうところをもうちょっとこう切り分けてね、まあ、練習だったりとか、まあ、戦術だったりとかそういう考え方をもっとこう磨いてやっていくと、まあ、そのこう一般の選手からプロの選手までもっと役に立っていくのかなというふうにやっぱり思いましたね。で、まあ、その練習方法としては、まあ、一般のね、まあ、よくあるの練習方法っていったらやっぱりこの卓球の技術の向上っていうのは、まあ、もちろんありふれてるし、まあ、基礎技術っていってそのラリー力っていうのは、まあ、必ず練習しなきゃいけないことなのかもしれないけど、もうちょっとそのなんか始まり方であと中盤のラリー力で後半のそのフィニッシュっていうのをしっかり切り分けて練習するっていうのがやっぱすごい大事なのかなっていうふうに思ったので、まあ、そういったところもね格闘技から学んでいかにどういった練習方法をすればいいのかっていうのをまあ考えて、まあ、どんどんこうトライ取り組んでいけたらなと思う次第でございます。まあ皆さんもね、まあ、卓球のこの練習方法とか、まあ、練習の仕方、試合の仕方、まあ、勝ち方、なんで負けるんだろうっていうのも必ず理由だったりとか、まあ、勝つ可能性っていうのはね、まあ、絶対はないんで、まあ、そういう中でこういかにこう、まあ、統計上ね勝つ可能性を増やしていくかっていう、可能性をとにかく 1% でも勝つ可能性を増やすような、まあ、考え方、練習の取り組みっていうのをもっとこう学んでいかなければいけないのかなっていうところを、まあ、格闘技の今回のやれんのかから、まあ見せていただいたというところではないでしょうかね。まあ見てやっぱり40代っていう人たちがあれだけ盛り上げる、まあ、もちろん若手でいうと、まあ、天心も、まあ、20歳ぐらいだし、まあ、あとはまあ女子格闘技の選手たちも、まあ、レイナ選手に関してはすごくちょっとかわいそうというか残念な結果になってしまいましたけども、まあ、そういったところも含めてですね、かなり、まあ盛り上げ方、卓球の盛り上げ方としても、まあ、今はね T リーグっていうプロリーグがあるんで、まあ、そういう関係者の方々はねああいう興行を見て、まあ、いかにこう PR 方法、あとは試合のマッチメイクだったり何を見たいのか何が見たいのかっていう、あとは選手のそのキャラクター、あとはその育て方、まあ、人気をこうプロデュースしていくっていうところをもうちょっとこのまあイベント関係者だけじゃなくても、ね、まあ、選手自身ももっと考えて取り組んでいくべきなのではないかなと思ってます。まだまだ本気じゃないんだよね俺は、卓球界がまだまだ本気じゃないと思ってる。それはもう裏方の人から、まあ、やってる選手からなんかこうまだまだこう内気というか引きこもりというかまだまだ全然出てきてないっていう、もっともっと出していいのにっていう、そういうなんかまあまあいいこともあれば悪いこともあるんでね、まあ、徐々にというか、まあ、探り探りっていう部分があるんだろうけど、まあ、そういった部分をしっかりと乗り越えて今あれだけね人数を集めたりあれだけ視聴率を稼いだり、ああやって大晦日にねドカーンとできるイベントをやってるスポーツとか競技、うん、まあ、っていうのもあるんで、まあ、そういったところからね学んでもっと本気を出して、まあ、卓球界やれんのかっていう、まあ、そういったところを出してもらいたいと思うという新年早々の報告でした。ということで皆さん今後とも卓球そしてまさこっちよろしくお願いいたします。2019年明けましておめでとうございます。ということでまさこっちでした。バイバイ。